天草エアライン。天草エアライン株式会社、天草エアラインは、熊本県を拠点とする、コミューター航空会社。公式略称は、AMX 航空会社コードはダーソックス。1998年、平成10年に、熊本県、出資比率53.31%、天草市、同22.92%、上天草市。 同2.73%、礼北町、同1.2%等が出資する第三セクターとして設立。2000年、平成12年3月に天草飛行場開港と同時に運行を開始した。現在は天草福岡、熊本線、熊本大阪、伊丹線を運行している。また、天草飛行場での保安管理業務も当社が行っており。 スタッフは保安管理業務や清掃などの複数の業務を担当している。福岡空港線は需要の高い路線となっている。運航開始後、赤字が重なって2007年、平成19年に債務超過寸前まで陥ったが、日本航空の整備部門出身の奥島徹が社長に就任し、2009年に黒字転換を果たした。運航開始以来、 固有機材一機のみでの運用を続けている。2016年2月20日に機材を更新している。詳細工述。2015年平成27年4月1日からは全便が日本航空とのコードシェア便となった。2015年11月15日には自社 Facebook ページにおいて IATA のコード MZ を取得したことを発表。MZ は自社の旅客機の愛称。 溝かかららつけたたたもものの、で、他にああっ希希望から第一希望第を取得したものある。人口減少社会で利用者の減少が進み、2017年には国土交通省持続可能な地域航空のあり方に関する研究会、座長、竹内健造東京女子大学教授で期待の共同保有や将来の経営統合などを内容とする報告書が出された。 2018年4月1日現在、全便が、天草エアラインの機材、乗務員を用いる日本航空とのコードシェア便。基本的に毎日運行だが、保有機材が1機しかないこともあり、連日、天草福岡天草熊本大阪、伊丹熊本天草福岡天草福岡、天草の予定をこなしている、熊本線、大阪、伊丹線と福岡線一往復は不定期に、 月2から3回程度運休している。航空機の重整備を行う場合、DHC-8 で運行していた当時は1、か月近くすべての便が運休していた。ATR42 へ、機材更新後は、自社保有機の重整備を行う期間は、日本エアコミューターで運行している、同系機を借り入れることとなり、長期間の運休が解消されている。しかし、運行機材が一気なのは、 整備期間も一緒で、その一機が運行中損傷などトラブルが発生した、場合は損傷修復、整備の間は数日欠航することもある。天草熊本間と熊本大阪、伊丹間は厳密には別路線扱いだが、同日の律に熊本での途中後期付加に限り適用される、特別の律義は引運賃が設定されており、天草大阪、 痛み間で一連の登場が可能となっている。旅客機と防災消防ヘリコプターをそれぞれ一機ずつ運用している。他に日本エアコミューターとの共通事業機が一機ある。2011年度には2億3900万円の整備費がかかっていた当時の使用機 DHC-8 が2014年にはさらに整備費が大幅に増加する時期を迎えるため、 機材更新の検討に入ったことが2012年12月12日にじられた。機材の選定にあたっては DHC-8 やリージョナルジェットと比べ低騒音、省燃費、機体価格の安さをセールスポイントとしている ATR 車制 ATR42 が候補に上がり2014年5月に ATR42 から648人乗りの 購入と2016年就航が発表された。機材の購入費用については、熊本県天草市の安田公監市長、当時は、熊本県と協議はするが、天草市単独でも購入する覚悟があると話しており、財源には合併特例債の基金を検討している。一方、筆頭株主である、熊本県の川島育夫知事は、機材更新は、地元、空港整備は、 県ということで協議してきた。これまで通りの方針で進めていただきたいと述べ、購入費の県負担を否定している。2014年7月22日に、デンマークのノルディックアビエーションキャピタル社とリース契約。2015年8月13日に受領。8月16日に、トゥールーズからフェリーフライトし21日に、熊本空港に到着。 2016年2月20日より定期便運行に導入した。現在では携帯電話用のモバイルサイトからも予約等ができる。インターネットで予約可能な運賃は、普通運賃、大人、小児、早がち28、熊本大阪間のみ、早がち7、早がち1、甘草住民割引となっており、紹介時点で設定のある運賃のみ表示される。 登場日の2ヶ月前の同1日午前9時より受付され、通常の予約締め切りは該当便出発の20分前まで。小児、3から11歳を同伴する大人が、普通運賃を利用の場合、大人と小児を同時に予約が可能だが、割引運賃の場合は、予約後、天草やライン予約センターへ連絡し、同伴する小児の座席を予約する必要がある。インターネット、 携帯サイトでの運賃支払いは、クレジットカード、または、コンビニエンスストア決済が可能となっている。なお、2018年6月より、溝かポイントに、名称変更、リニューアルされた。貨物取扱いは、天草福岡間で行っている。通常貨物、貴重品、生きた、動物、遺骨、危険品のカテゴリーに分けられて、料金設定されており、貨物、 受付場所は、福岡空港では、JAL、日本航空、国内貨物カウンター、貨物ターミナル、天草飛行場では、天草飛行場カウンターで、搭載予定便の出発時刻60分前まで受付けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。